サラ・ケイト・シルバーマンは、ユダヤ系アメリカ人のコメディアン、作家、女優、ミュージシャンである。通常、サラ・シルバーマンとして、広く知られているが、ビッグエスというあだ名もしばしば使われる。また、サラ・シルバーマンと表記されることもある。彼女の社会風刺劇は、人種差別、性差別、宗教のような社会的タブーと論争の的となる、話題を扱う。シルバーマンは、 サタデーナイトライブの作家と臨時のパフォーマーとして最初にメディアに登場した。2007年1月から彼女がメインのサラ・シルバーマンプログラムが放送されている。サラ・シルバーマンは4人姉妹の末っ子としてニューハンプシャー州ベッドフォードで生まれた。彼女の母、ベスアン・ハルビンはジョージ・マクガバンの個人キャンペーンのカメラマンで演劇会社ニューサリアンプレイヤーズを設立した。 父ドナルド・シルバーマンは割引医療品店、クレイジー・ソフィー直販店で養成された社会福祉士だった。彼女の家族はポーランド、ロシアからの移民の子孫である。彼女は12歳でコミュニティ劇場に入った。そして15歳でボストン地域のローカル番組、コミュニティオーディションに出演した。彼女はマンチェスターのメリーフィールド学校に通っていた。17歳で レストランでスタンドアップコメディを始めて歌も歌った。それからニューヨーク大学に通ってグリーニッチビレッジでスタンドアップコメディを続けた。シルバーマンは1993年第19シーズンのサタゲーナイトライブの放送作家、準レギュラー出演者として最初に国中の注目を集める。しかし彼女が書いた台本でリハーサルまで残ったのはわずか一つだけで、 それも没になり放送されなかった。彼女は準レキュラーとしては番組に出演したが、わずか1シーズンで解雇された。元、SNL 作家のボブ・オーデン・カークはその理由について、彼女がどうして SNL でうまくいかなかったのかわかる。特徴的な声で、常に彼女は、サラ・シルバーマンだった。コントで役を演じることはできるが、彼女は役に溶け込まず。 逆に役を彼女自身に作り変えてしまうからだ。シルバーマンは SNL がファックスで解雇を伝えてきたとき動揺したと述べている。サラが主演するホームコメディサラ・シルバーマンプログラムがコメディセントラルで2007年2月1日に放送された。視聴者数180万人と成功を収めた。2008年2003年から交際しているコメディアンの ジミー・キンメルが司会を務めるトーク番組にマット・デーモンと浮気していると告白するビデオアイ・アイム・フックス・キングマット・デーモンを披露。実際にデーモンも登場している。このビデオにジミーは自分はデーモンの親友であるベン・アフレックと浮気しているという内容のビデオアイ・アイム・フックス・キングベン・アフレックで反撃。こちらには ベン・アフレックの他にブラッド・ピット、キャメロン・ディアスらセレブリティらが多数出演しており、このビデオ合戦は話題を集めた。この後7月頃にジミーとは破局したが、サラはアイ・アイム・フックス・キング、マット・デーモンでライム・タイム・エミー賞に先立って発表される、技術部門を中心としたクリエイティブ・アーツ・エミー賞の最優秀、オリジナル歌曲賞を受賞した。2001年7月11日に、 インタビュー内で民族差別用語、シンクを使ったため、ガイアーを聞き入る人権団体に抗議を受けるなど短期間の論争を引き起こした。他にも顔を黒塗りにして黒人を下げすむなど人種差別が問題となっている。神様のドレスアップセットというジョークグッズを持って喜んでいる皿。彼女の過激なネタは、セックスか宗教を茶化したものが多い。ありがとうございます。